鏡は横にひび割れては、1962年に刊行されたアマサクリシティの推理小説。マープルシリーズの長編第8作目にあたる。本作の題名は、アルフレッド・テニスンの詩、シャロット姫を由来としている。新興住宅の建設が進むセントメアリミード村に、アメリカから女優が引っ越してきた。女優が新しい我が家で開いたパーティーの最中に、 招待客が変死する事件が発生した。イギリスのテレビドラマ日本のテレビドラマ2007年1月9日に日本テレビ系列火曜ドラマゴールドにて大女優殺人事件のタイトルで放送。主演は岸シ子。日本のテレビドラマ2018年3月25日21時から23時10分にテレビ朝日系にてアガサクリスティニア連続ドラマスペシャル。 大女優殺人事件鏡は横にひび割れてのタイトルで放送された。主演は、小国寺、達也警部役の沢村和樹。ミス・マープルに相当する人物は登場しない。2017年3月に、同局系列にて前後編が2夜連続で放送された、2夜連続ドラマスペシャルはガサクリスティそして、誰もいなくなったで、探偵役だった、警視庁。 捜査一家の小国寺警部を主人公に据え、現代の日本を舞台とした本案版。そして誰もいなくなったに引き続き、長坂秀香と泉誠二がそれぞれ脚本と監督を手掛けている。劇中では感染症の病名が直熱となった。キャスト警視庁、捜査一家特別捜査係、神の館のパーティー参加者南町府警察署その他。 スタッフ大女優殺人事件に関するカテゴリー。大女優殺人事件鏡は横にひび割れてに、関するカテゴリー。ありがとうございます。